はいどうも、カートヤンでございます。今回はですね、2月の下半期に買ってきた漫画をですね、紹介していければと思います。まあ今回もね、まあ本当最近のね、まあ買ってきた漫画紹介はね、まあ時間かけずにこういうの買ってきたよっていう、ただの紹介だけにはなりますのでね、まああらかじめ言っておくと内容についてはほとんど触れずに、どういう漫画を買ってきたのかという紹介のみにさせていただこうかなと思いますんでね、じゃあ早速どういう漫画を買ってきたのか紹介していこうと思います。まず新刊の方からね、紹介していこうと思います。まずこちら。左から化け物語の8巻、銀のサジ最終巻の15巻、もう一本の6巻、青桜の15巻、夜更かしの歌の2巻、のけものたちの夜の2巻ということでね、とりあえずまずね、新刊は1グループ目はこういった感じでございます。そして2つ目は、こちら。左から千年狐の、3巻、恋を知らない僕たちはの8巻、そしてミステリという流れの6巻、マロニエ王国と七人の騎士の4巻、そして最後がさよなら私のクラーマーの11巻ということでね、2グループ目はこういったラインナップでございます。そして3グループ目が、こちら、左から、王天の門の12巻、スキップとローファーの3巻、イサックの8巻、そして漫画に編集って必要ですか最終巻の3巻、そして猫が西向きアの2巻ということでね、まあ、最後新巻はこういったラインナップでございます。そして新巻最後は、こちら、左からカシマシメシの3巻、そして、王天の門の12巻、スキップとローファーの3巻、イサックの8巻、漫画に編集って必要ですかの最終巻の3巻、そして猫が西向きアの2巻ということでね、最後、新巻ラインナップはこういった形でございます。そしてここからですね、まあ新しく買った漫画を紹介していこうと思います。まあ新規に買った漫画って感じですかね、そういったラインナップを紹介していきますが、まず単巻の1巻からね、紹介していきますと、まずこちらですね、左からクーロンジェネリックロマンスの1巻、そして今過去の単巻1巻完結のね、作品でございます。そして、LINE の答え合わせ男と女の勘違いの1巻、そして戦争は女の顔をしないのしていないの、1巻ということでね、まあ1巻のみはこういったラインナップになっております。そしてね、また2巻以上、まああるいは2冊以上の漫画っていうところをね、紹介させていただきますと、まずこちら、ニューゲームの3から5巻ということでね、10巻まで出てるんですが、まあやっぱキララの漫画はこんな感じかなっていうかね、アニメもそうですけど、こういった感じかなってなんとなく分かったから、まあ5巻ぐらいにしとこうかなっていうところですかね、まあちょっとこれ以上買うかはちょっと微妙なところでございます。そしてもう一つはこちら、俺が私になるまでの1巻と2巻でございます。まあこれはですね、結構話題にもなっていた作品っていうのがあってね、ちょっと買わせていただいて、男の子がね、もともとは男の子だった主人公が、まあ病気によってね、女の子になってしまうっていう、まあ性転換の話にはなるんですけれども、思いのほか、まあ面白い作品ではあったんでね、まあまあこれはね、まあどっかで紹介してもいいかなっていうのもあるんですけれども、まあこれもね、とりあえずまあ買わせていただきました。はい、ということでね、だいぶ駆け走りになったと思いますが、まあね、買ってきた漫画紹介させていただきました。まあだいぶ駆け足にした理由っていうところはですね、やっぱりね、ずっとね、やっぱ僕のまあ月間のね、好きな漫画どれが良かったかとか、おすすめランキングみたいなのを前からやりたかったと思いましてね、まあちょっと今回はあくまでね、紹介だけにさせていただこうかなとは思います。ちょっと今後ね、まあ次回の動画とかでね、2月この漫画が良かったよみたいな感じに、まあ、紹介してしたいかなっていうか、そこでね、やっぱり良かった漫画をね、紹介できればと思います。まあやっぱそういったところでね、時間を費やしてもうパパッと終われるところはね、あんま時間が出ずにもうすぐ終われる、もう顔見せ程度の感じでね、やっていこうかなとは思います。ということでね、今回はここら辺で終わらせていただいて、また次回でね、やっぱ良かった漫画ランキング2月編でね、ベスト10で発表していきたいかなと思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。